はい、どうも、こっち。今回またヘビーレイン、心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回は、多分、E さんの最初の試練。なんか高速道路で逆走するっていう。そういう第一の試練をやって、女の人と会って、さあ、これから第二の試練に行こうかみたいなとこだったかなって思うんだけど、まあ、やっていこうか。続ける。日付バレるわ。やめてくれや。うっかりしてたわ。お、いいね。毎回やらかすな。でもさ、どれぐらい試練あるんだろうな。折り紙の数からしたらさ、まあまああんのよ、まだ。また、来たね。やらしいとこに。絶対激しいじゃん。絶対これ厳しい試練待ってるよ。電気扱ってんだぜ、だって。電気扱ってて、かつ工場みたいなとこってさ、もう、クローズぐらいしか出ないだろう。クローズ、漫画クローズぐらいにしかさ、出ない世界だろう。大丈夫か？絶対電撃に耐えろみたいなさ、そういう無茶ぶり言ってくんじゃないの？いける？イーさん。ヒント。どこに行けばいいんだ。何かヒントはあ、ないのか。ちょ、あるよ。罠かもしれない。注意した方がいいな。蝶に導かれるんじゃない？これ。悪くない？なんここか。は古い発電所だ。閉鎖されたと思ってた。閉鎖されてんだろ。俺はここで何をしたらいいんだ。蝶の形に折られた折り紙。蝶を探せばいいのか。蝶 を追えばいいんじゃないか。こっち側にはいないと。だからこっちからこっち行けばいいんじゃないの。これさ、一応あんのかな。え、開くの？頑張れ、イーさん。俺も頑張るから。イーさん頑張れ。ダメか。で、傘ぐらい持ってこいよ、お前。傘ぐらい持ってこいって。あ、ちょ、あるよ、イーさん。反応しないね、でも。こっち側に蝶続いてるからさ、こっから行けばいいんじゃないの？ L1。蝶が書かれてるとこを辿っていけばいいんだ。ごめんて、イーさん。ボタン押し間違い、降りなくていいから、別にわざわざ。そこでダメージ食らうのわけわかんねえだろ。え？名越？いまだに名越マークわからないんだよな。あ、これがな、このマークが名越か。逆三角形が。イーさん行くよ、イーさん。危ない危ない危ない。油断すんな、お前。蝶があるとこにヒントありけりって感じか？あ、あるね。じゃあもう直で行こうか。もう、まあ開いてないでしょ。いや、絶対あそこじゃん。絶対金網のあそこでさ、試練あんじゃないの。ああ、こっちの方が見やすいな。あれ、でも。蝶書いてなくね？あれ？いやー、もうここ怖いわー。絶対よからぬことあるって、これ、イーさん。あっちゃあ、もうじゃあもうこれ完全に行けばいいんだ、こっちに。イーさん、ちょっとさー、なんかちょっと、シャレなんないわ、正直。殺しに来た、いや、ちょ、ごめんて。シビアだね、結構。指の位置変えただけなのに、そんな、結構シビアな反応すんな。もう、気をつけて、結構血いかれたな。気をつけて、ね、金とか入っちゃうから。え、どこしてんそれ。ああ、こっちか。電力コンデンサー、この音を聞く限りまだ動いてるな。どこかにビルの入り口があるはずだ。ありますよ。蝶追っていけば、これさ、ないよね、別に。ヘビーレインってアイテムゲットとかないよな。まあ、普通のなんか、ダンジョン系ならさ、こう左側にアイテムありそうなんだけど、アイテムないよな、別に。行こうか。
あ、挟んでない、蝶々。あそこ。怖。いや、怖。これか。もっと怪しいぞ。行け、兄さん。俺も頑張るから。行け。行け行け行け。なんか思ってる電気とかけ離れた場所に来たな。ちょっと兄さん。ああ。何が待ってんだろう。なんかここにあるのかな、ビデオが。指示書みたいな。え？マッチ？え？ふっ。いやもうきついやん。これは？何これ？あー、マッチを持って行くんだ、前に。多分マッチ持って進んでいくんじゃないの。いや、そういうことでしょ、やっぱ明かりが必要だからな。いや、水垂れてんじゃん、もうびちょびちょじゃん。閉まっちゃったよ、ウィズさん。出られないじゃん。予感？あれ、前に進まないけど。あ、アリのサイズでダメだった、ダメだったっけ。パイプの先は嫌な予感がする。ね。初めからパイプに入るべきじゃなかった。自殺行為だ。いや、もう遅いよ、イーサン。何のパイプか、何あれ。あれ、画鋲じゃないよね、これ。大丈夫？ほらほらほら、もう。いや、刺さなくても気づくだろう。ガラスの破片、カミソリみたいに尖ってる。もう戻れない。張って進むしかない。いや、腕を傷つけないようにゆっくりと。イーサンさ、どけるみたいな発想ない？どけるみたいな発想ないの、イーサン。無理にいかんでもいいじゃん。ちょっとずつちょっとずつ行こうや、どけてさ。ちょっと吐けるぐらいできるだろう、別に。どう考えても調子ある方でしょ、これ。マッチの火、空気が来る場所が分かる。あ、風をたどればいいだけだ。空気が来る場所が分かる。いや、もう燃やさなくていいわ。ごめん、間違えた。え、風が来る場所って言ったよね、でも、兄さん。え、でも、蝶々あったの、あっちなんだけど。風が来る場所ってこっちじゃないの。え、でも、蝶々書いてるのあっちなんだけど、蝶々信じた方がよくない、これ。行き止まり。早く出口を見つけないと、ここでおしまいだ。もう、兄さん。風来る方向って言ったから。風が出ていく方向ってこと？イーサン、やばいよ、イーサン。ごめん。俺のミスだ、これ。正直ごめん。イーサン、やり直そう。視界がぼやけてきた。ゆっくりだ。ゆっくり進め。気絶するぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめん、忘れてた、イーサン、ごめん。あ、こっからもう超書いてないから。え、でもさっきの理論でいくと、さっきの理論でいくと左だよな、これ。風が入ってくる方向に行くんじゃないのか。入ってくるのはだってあれじゃん、火の根元じゃん。と思ったらさっき言ったんだけど、逆なんだな。イーサン、これいいでしょう。このスピード感いいでしょう、イーサン。痛くないっしょ。痛くないわけないと思うけどな、別に。よいしょ。
だから左だよなこれ。だからゆっくりこいざん。いやでも趣味悪いわこの豪邸にガラス引きやがってよ。あ光あんじゃんそこ。まあ、出れねえけどさ、いつの豪邸にガラス引くの。あここからすないじゃん。まあ、趣味悪いわほんと。逆ルートから行ってさ丁寧に置いてきたのかな、わざわざ。それかもう一から作ったからね、もはや先に引いてから上にかぶせたみたいな、そういうパターンもあるかもしんない。はい、日の先の方に行けばいいんだな。あ視界がぼやけてるよ、イさん。でも血は出てないから大丈夫だよな、イーさん。画面的にいける、イーさん。俺も結構同じ絵面でなんか喋ることなくなってきたよ、イーさん。イーさんいける、イーさん。なんかあるんじゃない、でもこれ出口を、ま、目の前にしてさ。それかもう一個試練があるかだよな。酷なこと強いるわ、もう血だらけじゃん腕。もう第二の試練じゃん。あごめんごめんごめん。いや痛い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 痛しいわ。イーさん、もっと厚手の服持ってくればよかったな。仕方ない、洗濯の余地は。滑り落ちちゃうじゃんこんなの。どこ行くのこれ。どうするシュレッダーがあったら目の前に。どうすんの、ありうるぞこれ。ゴミ捨て場だったらありうるぞこれ。この滑り屋の先ゴミ捨て場かもしんないんだぞお前、イーさん。いやもうウォータースライダーの感覚じゃん入り方。おいおい怖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 い。ゴミ捨てる穴じゃないのこれ。あでもかろうじて優しいとこあるね。やっぱあくまでゲームなんだな。いやマジ命かかりすぎだろこのゲーム、趣味悪いわ。これ何これ。これ繊細操作できないよ俺、アナログスティックで。イーさん、あ付け根になんかあんなあれ。いやこれもうイーさん、俺アナログスティック無理だって。ギブアップ。生きてるうちに帰ろう、ここで死んだらショーンが救えない。諦めるつもりはない、うん、ショーンのためなら最後までやり抜かないと。いきなり矛盾しちゃったな。電力コンデンサー自体がここを通らないと腸にはたどり着けない。血かなり血を失った、立つのはやっとだ。あもう貧血的な状況か。はいはいはい。コンデンサーを一つずつよく見ろ、よく見ろね。正しいルートを進めば無事に脱出できるはずだ。オッケーオッケーオッケー、耐える。しっかりしろイーさん、頑張れ。ごめんイーさん、めちゃくちゃ喋らせてるね、ごめんね。腸だ、あそこに腸のマーク、あそこに行こう。集中しろ。めちゃくちゃめちゃくちゃ喋るイーさん。感電するぞ。イーさん減らないんだけど全然。電力コンデンサー地帯、腸にたどり着くための最後の試練か。いやこれちょっとちょ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 、一旦見ようよイーさん。ねえ、何やってんの。コンデンサーが動いてる。ちょっとでも触れれば丸込めだぞ。あ動いてるとこに行っちゃダメってことか。あこれじゃないじゃん。これじゃないっすね。あでもビビしてんな、どれだ。元気ね、イーさんの歩き方が。あカバーだ、誰だ、臆病者って意味だ確か。他の出口を探さないとダメだな。でもこれが一番弱いよな明らかに。
イーサン頑張れ、イーサン頑張れ、イーサン頑張れ。あくまでこれゲームだから、そんなしょうもないいたずらしてこないと思うから頑張れよ。間違えた間違えた、イーサンごめんって、離れちゃった手が。イーサンごめん、手ちょ違うもん。イーサンもうこっちむずいんやって操作が。イーサンモンハン持ちとかじゃないんだからさ、結構シビアなんやって。イーサン、イーサンな、 R1 が危ない。俺もう R1 の指危ないよ結構。ナイス。どれだ。でも一番右安全じゃない、めちゃくちゃ見づら。なるほどね。ああでもこれなんだ、これわかりづれえ。多分あそこ一番安全だよな。もうインサイもじゃ、なんかもう視界が血だらけなんだけど、これ長押し機弱いんだよ俺。もう結構な、なんか力無駄に結構な力を押しちゃってんだけど俺バカかな。行こうか、イーサン頑張ろう、イーサン頑張ろう、イーサン頑張ろう。 L2 ホックホック、大丈夫、俺離さないから大丈夫。イーサン落ち着いて、イーサンもうやめよう、そういうの。イーサンね、よくない、そういうのよくない、そういうのよくないよ。ないの普通でこれかよ、よかった普通で。こっち行けんじゃない、構えろよ。いやこれ持ち方間違えたら死ぬんだけど、持ち方間違えたら死ぬじゃんこれ。間違えた、丸丸押してた俺。あでも超えてるあでも超えてるわ。いやもう長押し無理なんやって、もうセーブポイントとかないからまた一からじゃん。なんか無駄に力いるんだけど、いやこれゆっくりやろう。もうなんかさ、よくねえわ、力入れてやろうとしてるとこはよくねえわ、よくねえよくねえ。大したゲームじゃないんだから俺もうヘビーレインっていうゲームはともかくとして、このミニゲームは大したことないんだから別に。いけそう、イーサン連打やめろよ。罰なら大丈夫、任せろ。いやーきつ、いやこれ指の体操なるわ普通に。これプレホを始めたての人にあえておすすめするわ、ボタンの使い方がしっかりできるわ。でもこれいけんじゃないもん、これいけるよな。あ、飛ぶ？まさか、イーサン。えい！ナイス！やっとだ。いやもう趣味悪いわ、ほんと。イーサンぐらいなんじゃないの、ここまで乗り越えてきたの。でもそっか、俺らはさ、その左下の、あちゃんと埋まっていってる。俺らはさ、左下の数字でさ、あの日付のとこの下の数字でさ、今どれぐらいの推移にあるかっての分かるけどさ、イーサン分かんないんだもんな。これが唯一の手がかりなんだもんな、この映像が。そう考えたら確かに。あ抜けた。これでイーサンは、イーサンはこの試練を超えることで息子の現状を知っていくんだ。もう東大元暮らしだったりしないの、でもこれ実は家だったみたいな。
E さんが溺れてたのは。あ、お姉さんだ。え、どうしよう。ちょっと切り悪いな。ちょっと切り悪い。何センチで終わるって言ってたっけな、さっき。さっきっていうか FBI の人なんか言ってたんだよな、前々回か前々前回か知らないけど、なんか何センチぐらいで終わるみたいな。ちょっと見ようか。あ、外出してるのバレるんじゃない？ひどい。またボロボロになって帰ってきたよ。ごめんね、いつも迷惑かけて。もういいさん。でも一応帰ってこれるんだな、毎回思うけど。帰っては来れるんだよ、イーサン。これ胸の傷はあれだよな。これイーサンの体力引き継がれてないよね、まさか。ミスしまくったんだけど俺。イーサン？イーサン？ねえ、聞こえる？だって俺ミスしまくったんだけど。一体どうしてこんな状態になったの？落ち着きなさい、私にも手当てはできるはず。はい。あ？腕がひどいわね。傷を消毒しないと。いいさん。この胸のは火傷の跡。あー、電気ですね。傷の手当てをするから服を脱がすわね。ごめん、 T さん、めちゃくちゃ俺電気浴びちゃった。背中もちょっと黒いやん。うわ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 、痛い。結構でかい病院行かないとダメなやつだって、これ。熱はある？ひどい熱だわ。熱もあんのかい。そか、血が足んないのか。体が異常を察してんだな。触んな。私に手当てが。触んな、手で触んなよ、お前。いろいろ問題だわ。お前にも感染症の恐れあるし。イーサンにもバイキン入っちゃうだろう。よくねえよ。こんなにひどかったのは初めてね。なんでこんなに。応急処置、戸棚に必要な薬が全部あったはず。よかったな、うん、応急処置。ごめん。戸棚に必要な薬が全部あったはず。よし、さてと。消毒液とあれだよな、熱を下げるやつだな。応急処置はできるわ。なんか消えねえな。行こうか。まあ一応全部持っていこうか。いいさ、これ我慢しろよ。もうめちゃくちゃ痛いからな、多分これ消毒。綺麗な目してるわ、いいさん。医者じゃないけど、できる限りのことはする。触んなって、その気軽に、おい。まずは消毒ですね。先にね。でもなんかさ、なんか水道水が一番効くらしいぜ。なんだかんだ。下手な消毒液使うよりも。消毒液よ。やけどには効かないわ。あ、ごめん、そういうことね。ごめんね、イーサン。ちょっと。ごめんね。痛い。やけどって何？軟膏？軟膏かな？傷は消毒したわ。よかったね。じゃあ軟膏か。薬ってね、これ薬って風邪薬のことだよね、うん、多分。風邪薬はちょっとダメだ、違うな。その熱を下げるね。
来い。今失敗したかった今。そっと塗るわね。どうよイーサン。いやいや、これなんか段階かい、段階でくんのかい。そっと塗るわね。ごめんごめん。イーサン、コントしてるんじゃないんだ俺だって。あ、何しもすればいいんだ。お、これで痛みは収まる。イーサンいい顔してんね。手洗ったかってかお前女。え、絆創膏、まあ、薬最後でいいんじゃない別に。あ、結構綺麗になってんじゃん胸の。あ、これ結構早くていいのか。回してますよ。いいさーん。だいぶ綺麗になったじゃん。やけど跡、まあ、綺麗になったつかな、軟膏で塗りつぶしてるだけかもしんないけど。ああ、巻いてくれるんだ。いいさん。できるのはここまで。気分はどう？絶対足りないだろ包帯、これからの試合。いいさん。すげえ、包帯が皮膚と一体化してやがる。意識がない。今は待つのみね。起きることを祈って。薬飲んでないよイーサン。お前薬飲ませてねえよ。あ、見ちゃうんじゃないの。毛布かけてありーな一応。なんか、あ、眠たくなってきた。看病も大変だよな。苦しんでんな。大丈夫？何ちゃんだっけお前。何ちゃんだっけ。忘れちゃった。毎回自己紹介してくんねえと。膝も結構きてない？大丈夫？気分はどう？行かなきゃって言うんでしょう。あんまり。どのぐらい寝てた？3時間くらい。なぜよくしてくれるんだ。知り合いでもないのに。気になっちゃうんだよ。そうするしかなかったのよ。そうだよ。放っておくわけにもいかない。さすがにな。不眠症でここにいるって言っただけ。あそこは寝れないのか。はぐらかす。そうだけど、そのことについては。え、じゃあ嘘なの？なんか今の感じなんかね。あ、こんな状態であなたを見つけるのは二度目よ。あ、なるほどね。説明してねってこと。まるで命を狙われてるみたい。何が起きてるの？謝る。仮説。マフィアとのトラブルとか借金とかそういうこと？ちょっと思ったより時間が。マディソン、君には本当に感謝してる。マディソン。でも君自身のためにも何も聞かない方がいい。いや、君もボロボロなんやって。手伝えることはないの？これは僕の問題なんだ。君はもう十分に助けてくれたよ。あんたボロボロやないか。行くわね。長くなっちゃってるわ。ちょっと待って。一回ムービー終わってくれれば。あ、終わった。すまん。ごめん。じゃあ、断るわ。一旦、はい。あざした。